化粧って聞くとすごく本当贅沢なものとか華やかなイメージがすごく強かったので、そしてなんか化ける装うっていう感じもあるから、うん、なんかイメージがやっぱりその化粧とか美容業界以外の人にはあんまいいイメージ、特に医療介護の関係者にはあんまいいイメージがないのかなっていうのはすごく、うん、あの最初の方は感じましたね。うん、あとご年配の方にも化粧って言ってしまうとちょっといやもういいわってなるので、うんうんうん、今はそんなお化粧っていうよりも お顔整えましょうとか、うんうんうん、ちょっとお肌のお手入れしましょうとか、そこでちょっとじゃ眉毛描いてみるとか、少し血色良くするために頬紅してみるっていう本当にちょっとのことなんですよね。化粧って言われるとなんかフルメイクしてこう全然別人かのようになる風なイメージが大きいかもしれないですが、本当ちょっと眉刺すとかね、ちょっとあの顔色を良くするためにあの下地でファンデーション塗るとか、本当 そういうことなんですけど、なんか化粧っていう言葉に結構皆さん持ってかれるというか、化粧とかその外見を整えるってことで、やっぱりケアを受けるとその自尊心がちょっとこう低下しやすいね、あの場面ってたくさんあるんですよね。やはりこう下の世話に受けたりとか、うん、もう全部手伝ってもらわなきゃとか、結構そうあの相当ケアする側が意識しないと自尊心がこう傷つけられる場面って結構あるなっていうふうにはやっぱり感じていて、そこで、ね、その外見を元気だった頃とかご本人が輝いていた時の印象に近づける、それってやっぱりすごくもともと持つプライドとか誇りっていう部分がぐっと前面に出てきて、だからその鏡を見た時のなんか嬉しいというよりも誇らしい顔になる時があって、それがなんかうわって、あすごい人生のやっぱ先輩だなとすごいこうハッとさせられる瞬間でもありますね。そこだなって思います。やっぱやっていて自分が綺麗になって嬉しいっていうよりも、なんか誰かのことを思って綺麗でいたいっていう方が結構多くて、なんか終末期でもうちょっとこの方化粧無理なんじゃないかっていうおばあちゃんがいたんですけど、それでも化粧したいっておっしゃるんですよ。酸素も出て、もう目もすごいくぼんで、もう首層もこうガリッと細くなってて、はあはあしてるのに化粧したいっておっしゃった方が、なんでお化粧したいんですかって聞いたら、毎日夕方に娘が会いに来る、そのお化粧して綺麗で明るいと娘が喜ぶんだっていう風に言ったんですね。なんかそれを聞いた時に、あお化粧って自分のためだけじゃないんだなって、周りへの本当思いやりであり、元気だよ心配ないよっていう、なんかそういったのをアピールするあのツールにもなるんだなっていう風に思ったので、看護師の時だったら化粧なんて、その状態の人に化粧なんて絶対あの進めないような状態なのに、もう今は聞いてやりたいって言ったら、あのそれをサポートするような形で今関わってる方がいらっしゃる、まさに今の気概だわって思いました、そうですね。そう、私が中学3年の時に父を亡くして、こう、がんが見つかってから1ヶ月半ぐらいで亡くなっちゃって、その最後はもう助からないんだっていうの分かってたんだけども、あんまりこう声かけたり肌に触れたりこうすることができなくて、すごい後悔が残ったんですよね。でなので、そういったもう二度とこう自分の大切な人とか誰か大切な人を亡くすときに後悔を残してほしくないっていう思いで看護師になったんですよ。自分のために咲かせた花がいつか人を癒す花になる。会社を設立しようって思った時にものすごい悩んだんですけど、これまで7年間個人でやってきたね、そこでやっぱ会社にするっていうのは結構な勇気と覚悟が必要だったんですが、そもそも一番初めやっぱり自分の大好きだった父親にできなかったっていうその思いから始まったこのケアだったので、どちらかというと誰かをこうしたいとか社会を良くしたいとか、それよりもなんか多分自分自身を癒したかったのかなっていうのがどっかで私の中でも気づきとしてあって、このケアをしながら、自分もこう癒されてだろうなと思って、自分のためのケアでもあるんだろうなっていうのを個人でやってる時はすごく感じていて、だから
それってでもちょっとそれをなんか会社にするのとか、あの押し付けがましいかなとか、すごい自分本位かなっていう迷いがあるときにこの言葉に出会って、うんうん、自分のために咲かせた花だけど、それがいつか人を癒す花になっていくっていうの言葉にちょっと勇気をもらいまして、うん、スタートはその自分のためだったけれども、うん、今後はこう社会の中でのリングスケア、皆さんが求める形のリングスケアに変化していったらいいなっていうふうに思っていて、もう私のリングスケアから手を離そうっていうふうに設立するときに思ったんですね。皆さんが求めてくださる、社会が求めてくれるこのリングスケアの形、私のガチガチの思いだけではなく、うん、本当に苦しんでる人たちとか現場の人たちに合わせた形で、あの変化してって、そしてそれが癒す、皆さんを癒せるような形になってたらいいなっていうふうに思った言葉でした。先ほどね、ピンピンコロリのね、お話が出て、ね、やはりこう、最後まで元気でいるって、きっと皆さんの理想だと思うし、自分がね、元気な時って、その病気とか治療とか、そして介護を受けるなんて想像もつかないとは思うんですが、やはり多くの方が、やっぱり少しは介護を受ける期間が来るので、ピンピンコロリの人って本当に数パーセントなので、うん、そう考えると、やっぱりその医療や介護って全然人事ではなくて、ね、自分事として、そして自分の大切な人もきっとね、どんどんと、あの、そういった、あの、受けることになるっていうことが非常に増えていく中で、うん、今は本当になんか違う世界みたいな感じなんですよね、医療とかって。だけれども、もっともっと自分事として考えていただいて、うん、こういったケアがもっと身近に感じて、あの、活用されるようになっていくといいなと思ってますので、私もそれを目指して、これからも頑張って、あの、活動と事業を続けていきたいと思いますので、皆さん、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。ちいしょうちゃんありがとうございました。ありがとうございます。はい。